皆さんこんにちは。こんにちは。岡山アートフィルムディレクテッドバイ山翔、ディレクターの山翔です。お願いします。いやいや、昨日ですね、はい、4月11日に、岡山県の倉敷市民会館で、EXILE THE SECOND さんのライブツアー2023トワイライトシネマが開催されたということで、なんと今日は特別に EXILE、そして EXILE THE SECOND の哲也さんにゲストとして来ていただきました。ありがとうございます。呼んでいただきました。あのビッグゲスト早すぎないかって。いやいやいや、めっめっちゃ気持ちいいねこれ今ちょっとね、後楽園の近くで撮ってるんですけど、天気もね、午前中はちょっと雨だったんですけど、やっぱりどうしようかなって思うぐらい朝起きたら雨降ってました、はい、そうですね、昨日がもう本当にカンカン照りで、ライブ日和だったんですけど、はい、やっぱり哲也さんもちょっとストーリーにも書かれてましたけど、はい、明日もどんな天気になるかなということで、そうなんです、はい、今日はでもこんな天気に恵まれて、はい、晴れ渡りましたよ、はい、やっぱり晴れの国岡山に来てくださったということで、やっぱ晴れじゃないといけないということで、今日はですね、哲也さんがやられてるアメージングコーヒーと、はい、岡山の、フレッシュジュース専門店のマルゴデリさん、うん、そして、僕山翔とのトリプルコラボも、ありますので、お後々そこに向かっていきたいんですが、まずはここ岡山城の近くの後楽園、日本三大名園の一つなんですけど、スラスラ出てくるねなんか台本読んでるかのような。いやですね、こなれてる感がちょっと出てきてますけど、はい、僕前回ここ来させていただいて、はい、11月に岡山城が改装してリニューアルしたんですよ。なるほど、はい、でその前でウラジャとか踊ったりしたのも、うんうんうん、哲也さんからよかったよって。そうなんですよ、たまたま僕その映像を見て、はい、あ、なんか素敵なことやってるなと思ったんで、はい、山翔に伝えさせてもらって、はい、でいつかなんかやりたいねみたいな話から、ね、今日ここまで、はい、結構最短じゃないですか。いや、めっちゃ短かったです ね、はい、なんか運よくなんか食事させていただけるタイミングがあった時に、うん、11日絶対僕岡山行きたいんですって言ったら、あ、じゃあアメコとなんかでコラボできたらいいねって言って、もうそれがバコンって決まって今来てるんで、でこの後楽園になんか桃の形をしたボートがあるらしいんですよ、岡山だけに。はい、桃太郎だけに。あやっかりまくってるのが岡山県のいいところなんですけどいいところだね、正直で。正直に。確かに確かに、うん、前回それ乗れなくてちょっと寒くて。あ、そうなんだ。乗れなかったんで、今日はちょっと哲也さんと いい天気だもんね。はい、一日デートということで、お昼晩は全くカメラも何も撮ってないんですけど寿司食ってそれを撮れって話だよねあれこそアートだったのにねいや本当に完全にこうプライベートということで、ね、はい、一日デートということで、これから桃ボートに乗りたいと思うんですが、行きましょう。ちょっとライブの次の日なんですけど、はい、大丈夫ですか。多分漕ぐんですけど。いや、めちゃめちゃ俺まだ若いですから間違いないですね昨日もバチバチに踊ってまして、正直ね、今本当体20トンぐらい重すぎる、スーンとしてますけどでも楽しいことは好きなんで、はい、多分今日の天気めちゃくちゃ気持ちいいと思うんで、はい、はい、早速行かせてもらってもいいですか。行きましょうよ。じゃあ今日は一日よろしくお願いします。お願いします。岡山楽しみです。じゃあ行こう、行きましょう、はい、昨日さ、ライブが終わった後に、はい、アキラとケンチと3人で、はい、会場出てホテル向かったんだけど、はい、そしたら運転してくれてた方にちょっと美観地区を見てみたいんですよって話して、はいはいはい、いいですね。そしたら、あ、じゃあ寄りますよって言ってくれて、はい、で美観地区行って3人でなんか夜の美観地区をこう堪能してたんだけど、はいはい、そしたらなんかアキラがさ、うわ、なんだろう、説明なこの感じなんだろう、胸キュンするなとか言って言い出して、はい、なんかこう、あれはね、ここって告白とかしたくなるポイントじゃねえか。だから地元の人とかさ、はいはいはい、学生時代にあそこ行って告白とかするみたいな、はいはいはい、そういう感じあったのかな。あー、でもデートするとかなったら、うん、やっぱり倉敷市民は、うん、もう本当にイオンか、うん、美観地区とかなんですよ。あ、そうなんだ、やっぱりね、はい、で美観地区は
そういう歴史的建造物もそうなんですけど、うん、カフェとかがめちゃくちゃ古民家カフェみたいになってて、あ、じゃあもうデートスポットなんだね。結構スポットですね。だからそれこそコーヒーとかもいっぱいありますし、なんか縁側みたいなカフェが結構あるんで、はい、すごいゆったりしたおしゃれデートスポットですね。うん、すごい、なんか3人でさその話こくりポイントとか、はい、こくりたくなるよねみたいな話を3人でなぜか夜さあのライブの後にですか。仲いいですね。よくわかんない。めちゃくちゃ面白いですね。2巻近くしてましたけどね。あ、本当ですか。そう、すごい面白かった。どうでした、岡山のその皆さんの雰囲気というか。やばい、めっちゃ素敵だった。ちょっと俺は感動したね。はい、あとあの会場の形がやっぱ良くて。ああ、そうなんですよね。縦に長くなくてさ、横に広いから、はい、一番後ろの人でもこう近くてさ、はい、なんか本当こうなんか会話してるようなライブでしたね。まあもうライブの構成的にも結構こうお客さんの声聞いたりとか、うん、キャッチボールが多かったんで、うん、まあ、めちゃくちゃお 客席にいたんですけど、はい、もう左右前後全員同じようにこう楽しめる空間にあったんで、音も良かったしな。いや、そうなんですよ、なんか倉敷市民会館は音響がいいで、うん、よかった。結構それを好んでライブするアーティストさんもいるんですよね。なるほど。なんかね、これだけ初めて僕らもホールツアーだったんで、はい、ホールツアーでの、そのなんだろう、音響さんの音の作り方みたいなのを初めて勉強できて、はい、ああ、なるほど。そう、響きというか響きが全然違うのよ。はい、よくこれを作れるな。音響さんすげえなって思ったし、うん、まあ、すごいね。でもそれにしても岡山のあの会館はなんか、いい意味で本当アットホームにライブができるところでしたね。はいはいはい、まあ途中で山椒も参加してくれたしね。いや、本当にまさかでしたよ。いや、あれ撮ってないんですか、こうアートフィルムでは。あの山椒が振り回してるところは。確かに止められた。そこの許可はね。そこはね、まあ確かにね、完成ありになって、うん、ステージに立ったのが昨日初めてだったんで、うんうんうん、ビビりましたね。ビビった。はい。おお、やっぱいいでしょう。いや、やっぱり ね、声出すとなんかこの緊張してる時とかもそうじゃないですか、声を一発出すと体が楽になったりとか、うんうん、楽しくなったりするじゃないですか。なんかそれがどんだけ疲れてても、はい、あの歓声を聞くとなんかそうです、ね、ボリャーってなるっていう、はい、そういう感じなんだけど、ね、うん、今まで本当つらい時間が長すぎて。本当に確かにつらかったよね。そうですね、お互いにコロナ禍でしたけどライブもやってたな、あのチームなんで、やっぱそこの一個の階段って結構でかかったですね。え、もうつきます、これは。あ、ここ、はい、ここのカフェがあるんですけど、うん、そこの下のところでボート乗れるらしいんですけど。じゃあもう今日は任せればいいんだね。そうです、もうデートですこれ。あ、マジですか。はい、マスカットビールが気になった。いいっすね、岡山の地ビール。ドッポっていうのがね、結構ね有名なんで。すごい、飲みたいな。後でさっきも、うん、寿司の時もお寿司食べながらさ、あのお酒を我慢するっていう謎の。あれ結構苦しかったですね。まあ、ね、苦しかったよ、うん、まあ、でも昼間からさすがにそうですね、この後ちょっとポップアップもお邪魔するんで、うん、そうなんです。さすがに皆さんの前でベロベロは多分ね厳しいなって。ベロベロになっちゃいそうなぐらい美味しかったから、ね、そうですね。ということで、もう到着しました。何ここに池があるんですけど、はい、川ですね、これは。お、っていうか、岡山城じゃん。あ、そうです、これが、はい、これがね、かっこよ。11月にリニューアルして綺麗にしたんだ、はい、そうなんですよ、全部変わって。むっちゃかっこいいね、この黒い。そうなんですよ、あの、雨城って呼ばれてまして、うん、カラスの城で。はい、で、姫路城になると今度は真っ白いんで、うん、白鷺城になるんですよ。白鷺、
ちょっと近いね、あの兵庫と岡山で、なるほどね、サギとカラスみたいな感じですね。結構僕好きなんですね、岡山城のこの黒の感じが、ね、かっこいいよね、はい、黒金いかつい、エグザイルみたいな。あ、なんか結構細いんで。山城も乗ったことないよ僕、初めてですね。大丈夫？多分大丈夫だな。ダメなことはない、はい、そうだよね。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここで脱げばいいんですね。はい、はい、じゃあ、はい、気をつけてね、はい、足元入れます。じゃあ乗りましょう。頭低いですから、はい、気をつけてください。失礼します。よいしょ。おお、結構、おお、ちゃんと揺れるぜ。えひっくり返れないですよね、これ。大丈夫。うわ、新海2000と同じような作り。新海2000。アイドルだ。じゃあ行ってください。はい、行きます。焦げばいいのこれ。よっしゃ。あ、うわ、あー、なるほど。どっちから行く、どっちから行く。どっちも、こっち行きます。どっちから行くか、じゃあ。でもいいんですけど、いつ。これは何の絵なのかな。これは本当にでもデート楽しいですね。あー、これでも彼女とっていう感じで考えると、はい、確かにキャッキャ言いながらの、ね、キャッキャ言いますね。お、あの橋の上から、あ、あれも狙ってますね。狙ってますね。見えるか。何ですか。ライブの次、ライブ後のこのスピナートレーニング。来てるね。やっぱり哲也さんといったらトレーニングのイメージが。本当ですか。はい、ありますから。そうなんだよね。いや、ランページでライブ見に行かせていただいた時も、うん、やっぱり哲也さんのバネどうなってるんだろうっていう話を毎回するんですよ。あ、そう、はい。でもなんかぶっちゃけ俺は多分トレーニングが嫌いなんですよ。へえ、そう、トレーニングがとても嫌いで、はい、できればやりたくない、はい、だから、はい、最短で終わるトレーニング方法を、はい、多分勉強したんだよね。ああ、作ろうってなって。そう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 、今のそれで、はい、もう自分の中の答えがいろいろ出てきて、はいはい、っていう勉強してたら、はい、周りからなんかトレーニング好きみたいな感じで見られるようになった。慣れてきた、慣れてきた、慣れてきましたね、うん、だいぶ。結構早い方かもしれないですね。ここあのまっすぐ見えるあの円形のところあるじゃないですか。あれが岡山シンフォニーホールって言って、はい、あそこも一応ライブとかできる。あ、ホールツアーも行けるっすよ。そうなんですよ。はい、感じなんだ。ただ市民会館より多分ちょっと狭いですね。あ、そうなんだ。はい、なかなか LDH では多分ステージは立たないと思うんですけど、僕らがダンスやってた時はよくここでダンスコンテストで発表会をしてました。いやー、いいね、そういう場所があるといいですね。だ、主に倉敷、昨日行ったところはあんまりイベントとかはないんですけど、やっぱり市内の、岡山市内の方がダンサーは多くて、それこそ昔は岡山城の前でダンスイベントとかあったんですよ。そんなに盛り上がるんですよ。あそこの城の前にステージ組んで、なんかちょっと芝生があるんですよ、そこでお客さん来て、フェスみたいな感じで。で、ラッパーとか来て盛り上げたりみたいな。そういうストリートカルチャー的なものは盛り上がってたんだよね。そうですね。最近はどうなんですか。最近はやっぱりなんかやっぱいろんなところで練習するのもなかなかあの厳しくなってきちゃって、うん、で、あ、そうです、外で、そうです、ストリートが、ね、プラスやっぱりいろんな設備が整ってきて、あんまストリートダンサーっていうよりかはスタジオダンサーが多くなって、ちゃんとしたイベントになりました。だから若者が何かやるとかじゃなくて、ちゃんとイベントとしてダンスブロックみたいな、なんかなりましたね。
山椒はそもそも岡山で、はい、別に誰かに習ってたわけじゃない。いや、僕は最初小学校4年生、5年生の時に、うん、あの先生がいて、うん、でそこで基礎練習をしたんですよ、うん、で、うん、1回か2回ぐらいコンテスト出た時に、うん、テーマパークのなんかミュージカルダンサーみたいに選ばれて、でそれがちょっと忙しくなった時にもうスタジオ辞めようってなって辞めて、うん、そっから自分の好きな時に駅行って、ただアイソレとダウンアップを毎日やって、おお、なるほど。でそれ以外はもう全部フリースタイルみたいな、好きな曲で踊り狂うみたいなのをもうそっからずっと毎日やってたんだ。はい、でそういうスタジオのイベントとか顔を出したり、いろんなところに顔を出したりってやって、うん、高校生の時に習ってたところで先生やってみたいな。おお、そう、はい、基本的にはもう、まあ、いわゆるそういうストリートダンスがすごい好きで、なんかあれだね、そのなんか基礎の大事さをよく分かってたんだね、その頃から。なんかそのアイソレとダウンアップはやるみたいな多分これをやったらダンスが上手くなるのと、うん、あとは人の振り付けは嫌いなのがあってなるほどわー、でも俺もそうだったな。わかります。なんか、うん、多分割と昔からこうダンスやってる人とか歴長い人ってあんまスタジオダンサーっていなくて、憧れの人がそこにいて、なんか真似事をするのがダンスだった、はいはい、わけじゃないですよ。この人みたいになりてみたいな。で割とそうだったんで、僕もなんか誰々のレッスンとかちっちゃい時に受けた時に、でも自分のやりたいダンスってこれなんだよなって思った時に、あ、じゃあ基礎だけやればいいんちゃうってなって。なんか昔みたいにこう、あ、今みたいに、はい、なんかこの人の振り付けが好きだから通うみたいな感じはなかった。なかったですよね。スタイルが好きだから通うみたいな。そうですね、のはあったけどね。あれ言ってる間に結構遠くまで来たね。いや、結構やったんで来たんで、これじゃあ引き返します、はい、これ行きますかね。おー、気持ちいい。おー、なるほどなるほどちゃんと曲がるんだね、こいつ。いけるこれあれでしょ、外から見た絵やばそうじゃない。はい、やばいですね。マジ何してんだ仮にも桃が仮にも大先輩ですけどね桃に浮かんでるよこれ。あ、でもこれで桃太郎気分なわけですよ。あ、そうですね、やっぱね、どんぶらこと。あ、もしかしてこれ流れこっちかな。あ、ほんとですね。なんか早い気がする。あ、でも悪いもんじゃないですね、意外と。意外とね、これ多分この映像を見た多分ファンの方が絶対みんなここ来ると思うしばらく多分ここめっちゃ桃もらえる。それは嬉しいねだこの辺サインとかしとこうか。あ、めっちゃいいですね。めちゃくちゃ虫いるやん気持ちいいやろ。桃と、あ、外から見るとああいう感じねシュールだな。シュールだな。あ、マネージャーチーム。マネージャーチームか。鶴乗ってますね、多分。やっほこれでもさ、よくあるスワン系やね。スワンボードね。糸こがないのちゃんと男二人に焦がす哲也さんのマネージャーさんですけど、さすがだね、岡山出身。岡山出身でもなんか嬉しいですね、哲也さん結構岡山にゆかりがあるじゃないですか。なんか意外にね、はい、それこそマネージャーさんもそうですけど、うん、裏じゃの時も来てくださったりして、そうだね、うん、それがすごく嬉しいですねそうだね、でも本当に岡山、はい、何度もこう来るタイミングはあったんだけど、はい、でもなんかこう、なんていうかな、あまりこう形にできてなかったっていう、あ、なるほど、そう、自分の中であって、はい、今回のライブ、はい、セカンドのツアーと、
あと、まあ、山椒と一緒に丸ごたとコラボできたことと、はい、なんか今回で結構形にできたことが結構ね、はい、はい、その二人の絵もやばいおじさんおじさんあ、でも止まってるのもいいですね。あ、これ止まるのもいい。何時までやってるんだろう。夜とかめちゃくちゃ見てた。これライトアップされた岡山城を見ながら、これは国礼マスク、これは国立ポイント的に高いね。高いですよね、これ。アキラさん、国立ポイントですよ。ここ見つけちゃいました、アキラさん。僕も美観地区に引き続き、引き続き2個目です、これ。岡山城の下の川の、はい、そう、桃の中来ました、国立ポイント。告白できます、これ。告白できますよ、はい、最高のデートスポットになりました。この桃乗ってほしいなあ、そういうシュールだなぁ。なるほど。あ、全然止まってんのいいじゃん。はい、てか、ここ止まってたら別に普通に流されるでしょ。はい、え、これ、上カフェじゃないですか、さっき言ったと。うんうんうん、コーヒーをテイクアウトして、うん、これ濃いである程度パーって乗りながらコーヒー飲むのめっちゃ良くないですか。嫌だな、この全員身内なの嫌やなこれなんか知らない人だったらなんかめっちゃわーってできるんですけどね、全員身内やし。いや、いいですよね。この間それこそ裏ジェの時に、あの上も行かせてもらったんですよ。中入って、で 中もあの一番上がその上司さんが覗くところとかあるんですけど、ガラッと変わってて、そうな、昔はなんかあのメンコとかコマとかのなんか昔のおもちゃを置いてたんですけど、今プロジェクションマッピングみたいになってる。なんで、なんか何が見えるの。ジオラマでその岡山の当時 の、 あのそれこそ川があってとかを、はいはいはい、ジオラマにある上からマッピングでボーンって落として、で声優さんとか、まあ、今流行ってるんですよね、はいはいはい、がその上司の人とその奥さんの声とかやって、何年こういうことがあってこの人が上司になりましたとか、この戦いでみたいなのを一から説明してくれるところとか、あとは昔の拳銃、火縄銃とか刀とかの実際の重さがその持って体感できたりとか、結構なんか普通にデートとしてももちろんそうですけど、なんか子供とかと多分行って勉強になるような、はい、展示もめちゃくちゃありますし、意外とその関ヶ原とか、なんか僕らが教科書で見てた戦いとかが絡んでるお城なんで、はい、すごく勉強に今の年だからこそ知ることがめちゃくちゃ多いです。城下町で生まれ育ったことはないからさ、あ、なんか不思議な感覚で。そうですよね、めっちゃ観光地にあるんですよね。はい、すごい本音っぽいけど、これ後ろマネージャーチームですか。マネージャーチームか撮らせない絶対撮らせねえ。あはー、後ろが声聞こえる。あはーはーあはーはー言いますけど、映るんですよ、映さないんです来てます。あれ、どこ行った。あ、ガチャ、追いかけていってる逃げろこれはもうエグザイルトライブのスピナー力ですよ。これ見てください、この足を今心拍が上がってます、心拍数がうわ、きつ
つ。ライブの次の日はきつ。乳酸がすぐ降りてきますからね。でもこっち、はい、流れがこっちだからめっちゃ辛いかも。よいしょ。ちゃんと汗かく、これ。いや晴れてきて。晴れた。ボート800円からっすよ。安いですよ。多分時間制限あんまないと思うね。あのおじちゃんの感じだと。んだね。はい。子供たちが。ただいま。ただいま。まっすぐ。あ、駐車。哲也さんの駐車が今。駐車テックが今。船の免許持ってないけど。はい。うわ。ありがとうございます。おい、到着。乳酸が最後。乳酸が右足から出られると楽なの。頭から。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ。乳酸で。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。太ももよ。前もさ、あ、前もちゃんと来るな。来るね。ちゃんと来るし、揺れてたから変な感じになる。いやはい、ありがとうございます。じゃあすいません。じゃあ岡山。あ、岡山来てくれてありがとうございます。頼むないです。乾杯。はい。うまっ。あ、うまい。すごい。え、めっちゃうまいぞ。あ、これはうまいわ。思ったよりマスカットですね。うん、もうなんかがっつりマスカット、うん、食べてる感じ。マスカット、うん、めっちゃ美味しいこれ。あ、甘い。これ水出しコーヒーとか入れたらもうコーヒーマスカットビールできちゃいましたね。すぐできます。すぐできます。うん。いや、うまい。これ飲んじゃうよ。飲んじゃいますね。うん、いやー、ちょっと解禁しちゃったな。いやでも寿司屋であれ一発で飲んでたら確かに、うん、多分なんだろう、丸ごまでいけないかもまあさっき桃ボートでも結構ゆかりがあるみたいな話しましたけど、はい、なんか思い出とかあります、ね、岡山の。思い出はいろいろあるんですね。はい。なんか初めて来た時は駅で、なんか駅に何でもある場所だなみたいな。ああ、直結で。そうそうそう。はい。でラジオもありますから。そうですね。テレビのコメント撮りとかももちろんできるし、はいはいはい、なんかそういう。仕事が駅で全部できちゃうから、うん、はいはい、なんかあんまりこう街に出たりとか、こう岡山城見たりとかとかあんまりできてなくて、はい、でいつかなんかしたいなって思った時にちょうどあの裏じゃの、はい、お祭りの人があって、そこにダンサースパーティーで来させてもらって、はい、うん、なんかそれが結構その時だって踊ったもんね、何曲だよ。あー、なんかニュースで見ましたもん、うん、なんかそれがやっぱ一番思い出的に聞かれたかな、うん、印象はどんな感じですか、岡山全体の。全体？はい、ざっくりこんな街やみたいな。あー、でもあんまりさ、その時もさ街にあんま出れなかったんだよね、はいはい、まあもちろん
今日行ったお寿司屋さん、その時初めて行って、はい、感動したから、はい、今日もまた行きたいなっていうので行かせてもらったんだけど、そうだから結局瀬戸内海が近くにあるから美味しいものがあって、はい、でこういう観光地もあって、うん、まあ、本当に素敵な街だなっていうのはイメージではあったんだけど、はい、でもそこまで触れることがなくて、ね、ただ昨日やったライブで、はい、なんかそれがめちゃくちゃなんか明確になって、すっげえ素敵な、まあ、街だけど、はい、素敵な人たち超いっぱいいるし、このライブ本当に感動したんですよ。いやなんか結構なんかそのストーリー見ててもなんかめちゃくちゃ熱い言葉を書かれてたじゃないですか。なんか、あ、そんなになんかこう いいライブっていうか、こう、ね、気持ちになってくださったんだみたいな。めっちゃなった。なんか今回のホールツアーもちろんね、いろんな各地で感じることはあるんだけど、はい、でなんか今後半に差し掛かる感じと、うん、そうですね。そうでちょうどその岡山の方が来る時に。そんなこと感じたんだよね。素敵だなと、結構思い出がまた増えましたね。あ、でこの次の日山椒と桃ボートだいぶ思い出が、あ、嬉しいですね。増えましたね。デートみたいなことしてますもんね。そうだね。本当に一日かけて。そうだ、昼間からビール飲む。いやー最高ですよ。最高だよ。ごめんなーって。止まんないよ。止まんなくなっちょっと聞いてみたいことが一個あるんですけど。何？初めて僕あのお会いした時の、まあ、その記憶がある中でいいんですけど。あります、僕に会った時の山椒は、はい、いやまあオーディションだね。あー PBA、うん、やっぱあれが一番俺は印象強かった。2014ですね。不思議なダンス踊る子だなと思って。はいはいはい、なんか見たことないスタイルで、うん、不思議なダンス踊るけどめちゃくちゃうめえな。なんかほんとそういうイメージだった。あでめっちゃ白いじゃん。そうですね、はい、でなんかすごい細いのに、うん、なんか動きもしっかりしてるし、はい、なんかみたいなのはすっごい覚えてる。あ嬉しい。もう本当に一番最初ですね。それは一番最初、うん、でやっぱりその後ランペになったりして、はい、セカンドツアー配送したっていうのはやっぱ面白いよね。あ結構、まあ、先輩たちの中でもやっぱセカンドさんメンバーはもうなんか直属のイメージ、僕らのランページの直属の先輩みたいな、なんか一応エグゼルトライブはもう直属なんですけど、より直属でなんかライブの作り方とかもそうですし、なんかもうセカンドさんのライブをランページにした感じが結構こう落とし込んでるところもめちゃくちゃあるんで、それはね、あのランペのライブを見てと感じる。わかりますよね、多分。あーこういうことやりたいんだろうな、はい、みたいなのはすごい分かったな。本当ワイルドワイルドのツアーが一番、はい、も特殊だったからね。こう海外からダンサーが来たりさ、あそうですね、ショーン来て、ショーンが振り付けやったり、まあ、ランペが一緒にやるっていう特殊だしさ、はい、特殊なことがいっぱいあったから、うん、いろんなことができたよ、はい、それはすごい、まあ、嬉しいけど確かに俺も記憶に残ってるね。そうですね。僕一番最初にあの哲也さんを見たのは、僕はお客さんなんですけど継承のライブ。継承懐かしい、はい、僕本当にお客ただのあの本当に客で行ってたんですよ。神戸の神戸、はい、神戸公演で、後から聞くと、ね、ジンさんとか、はいはいはい、なんかそれこそサポメンのみんなとか出てたみたいな話聞いて、もうそこでもこう会ってたりするんですけど、はいはいはい、そこで見たやっぱりあのもう多分何回も
話に出てくると思うんですけど、あの真ん中のリングのダンス、うん、3代目さんとのダンスバトル、あー、はい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 、もうあれが好きすぎて確かに、うん、俺ガンちゃんと確かそうですね、そうだ、このやっさね、やっさやっさやっさ、あのハンドシェイクしてデレデレってやるやつがで、なんか哲也さんといえばそのステップとあとアクロバットとちょっとこう日本っぽい歌舞伎っぽいポーズだったりをそこでなんか目視して目視した、はい、目視してなんかそのイメージになったんですよ、あの人だみたいな、でその次はもうあの PBA の合宿なんですよ、はいはいはい、あ合宿ね、はい、もう本当に、はいはいはい、あの僕のイメージで言いますよ、スピナー神、スピナーの神って書いてスピナー神でした哲也さん、あの黄色のジャージで、はい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 、でちょっと黒縁の眼鏡であの、うん、今は場所変わってるんですけど EXPG の1階の、はいはいはい、あそこの A スタ B スタをガチャンってつなげてスピナーブワー置いてじゃあやりますで、え、何よみたいな、で、なんかライジングサンかかって30秒ダッシュみたいな、うわーってやってやったね、で、アイリッシュライジングサン、あとエグザイルプライドをサビ繰り返し、あの時元気だったな踊って、で僕そういうもう全くトレーニング、まあ、もちろんみんなそうだと思うんですけど、うん、やったことなかったんで、うん、はぁってなるじゃないですかこうやって、そしたらはいもう前かがみダメよみたいな、哲也さんがはい胸張ってみたいな、厳しい、肺を広げるんだみたいな、厳しいでも死ぬ死にそうやがこれで楽になるのでちょっと休んだらはいじゃあまたつつあーってやって、でそこでスピナーやってでめっちゃ嫌いだったんですよやっぱ、うんうん、嫌だしってなったんですけど今、うん、あの一番スピナーやってます、あ意味わかった、はい、意味わかった、わかりました、よかったあれわかんないとただの嫌なおっさんなだけのやつだよねでもなんかやっぱ厳しくないですよ哲也さん、優しいんですけど、うん、淡々としてるからそれが怖いの逆にね、うん、しんどいよねみたいなね、上がってるよね、でもそれ落とすトレーニングだからしんどいよね、当たり前、当たり前、当たり前そうそうそう、しんどいのは当たり前、そう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 なんですよ、ね、そう、なんかこう若手、はい、を鍛えないといけない風潮が俺だけじゃないよ、あエグザイル全体であって、はい、トライブになる若い世代をとにかく最初から鍛えなきゃいけないみたいな、はいはいはい、やっぱそういう風潮はすごい、あもう PBA 合宿は嫌でしたね、そうだよね、うん、俺だけじゃないもんね、その俺が、そうですね、俺がやったのはそれはそれだけど、はい、だ今で言うガンさんと、あとジェネのパフォーマーメンバーの皆さんも本当に一緒におでんスタジオにこもって、そうそう、スケジュールがちゃんと取れる日は全部合宿参加して、はい、そうですね、ダンスレッスンとかもあったりね、はい、やりましたね、ジャンプのレッスンとかさ、じゅんさんが本当に、本当にね、まあ本当に、はい、俺の日じゃないぐらい厳しいことをやってたの何回無理って言ったか無理無理本当に無理受かる受からないじゃなくて無理そうそういう確かに、うん、でもまあそれがまあもう今はいい思い出としてやっぱりきっかけにもなったし、あそこを頑張ってっていうかまあ乗り越えたからランページにもやっぱり慣れてるわけなんで、やっぱ当たり前ではあるんですよ、
トレーニングしてステージに立つのはもう当たり前の話やしみたいな。まああれは極端にこうスパルタ感が出てたけど、まあ密着もありますし、やんなきゃいけないことはやんなきゃいけないんで、うん、そうですよね。やっぱりこう、今でも思うよね、ステージに上がっててさ、結局なんかこう選ばれた人しかここって上がれないじゃんっていう、はい、そのステージに、はい、そうだから、失礼ないようにやることやんなきゃなみたいな、はい、まあ、今でも思うことはあるね、うん、感動にいかないんだよね、やっぱなんか頑張って無理なことでも頑張ってやってないと、うん、なんか感動にいかないし、はい、そういうエンタメのなんかあるあるじゃないですか、はい、なんかそれがなんだろうな、通じなくなってしまうと、うん、若い世代にどんどん受け継がれていって、その子たちがそのなんか感覚が通じなくなってしまうと、多分僕がもう教えることは何もないんですよ多分、はいはい、そう、でもそれが通じる世代のうちは多分なんかあるのかな、やることはまだまだあるかなとか、うん、確かに、うん、なんかしんどそうに見えたらいいとかそんなんじゃないんですけど、やっぱりそこのフェーズでしか人が感じない熱いものってあるじゃないですか。 そうです、それこそまあなんか走ってマラソンもそうですし、ゴール寸前のやっぱりあのしんどそうな表情とゴールした時の感動がやっぱりこうセットになるためのここの序盤のこの駆け上がりがやっぱ大事じゃないですか。俺タップやってなんかすごい良かったって言ってくれる人、はい、昨日結構いたんですよ、はい、ただ俺ミスってるんですよ昨日、実は、そう、でもなんかそのミスがどうこうじゃないところに乗っかっちゃうと、はい、ミスがミスじゃなくなる瞬間があって、それがなんかね、逆に感動に変わる瞬間みたいな、はい、これエンタメの不思議、七不思議じゃない、うん、勝負のスポーツの勝負の世界だとそのミスが命取りで負けたりする、はい、あ、そう、でもエンタメと不思議でそのミスが逆に感動を生む時があるみたいな、はい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 、ただそれがただのミスだと違うんだけど、うん、なんかねすごいギリギリのところでやってると、なんかそれが何になるまで頑張ってみたいな、なんかこう受け手の心理なんだけど、はいはいはい、なんかそう、でもそれには多分すごい準備が必要で、はい、で本番もすごい繊細に緻密にちゃんとやって、でそこに行けるか行けないか、なんか昨日はそれがうまくいった感じがしたんですよ自分の中で、はいはい、だからなんかいろんな準備があるんだな、めっちゃ不思議な、だからなんかそういう感覚を、うん、なんか俺はトライブの世代がいくらも離れても、はい、そういう10代のことも共有して話していたいなっていうのは、はい、なんか LDH の人はそうだったしなっていうのはすっごい思う、うん、はい、分かりますその感覚みたいな、うん、いただきます、はい、出せました、あ、飲んだ、あ、飲みました、さすがです、あ、すみません、美味しかったね、見てなかったですか、全然見てなかった、あ、本当ですか。あ、じゃあせっかくなんで哲也さんに貼っていただいていいですか、あ、全然お願いしていいですか、はい、あ、お願いします、ありがとうございます、はい、僕が貼っちゃっていいんですか、お願いします、はい、駅水園さん、駅水園さん、はい、じゃあそこにいいですか、ここお願いします、貴重ですよこれは、
はい、マーキングしました。ありがとうございます。また来たいと思います。また来ましたね、はい、ありがとうございました。お元気で、はい、お元気で、ありがとうございました。いやでもいいな、いいことだな。いや正解でしたね。正解だね。なんか2つ案があって、うん、1個動物園だったんですよ。動物園なんかあんの？そうなんですよ。岡山って、うん、池田動物園っていうのがあって、うん、本当にもう全県民が行ったことある本当に岡山県唯一の動物園なんですけど、そこもぜひ行きたいんですけど、うん、まあ、まず最初はちょっと ゆっくりやっぱこっちだろうと、はい、癒しの感じで。そうだよね、はい、だって動物園行って動物を見たとてそうなんですよ。岡山の魅力ではないですし、ライブの次の日ね、はい、しかも岡山じゃなくてもいいわけだもんね、はい、しかも話も噛み合わない、うん、動物園で2人最初に会った時あれでしたよねっていうのはおかしいんで、ちょっと今日こっちにしたんですけど。なるほど、はい、正解です。いや正解ですよね、はい、間違いない、はい、俺は岡山城が見たかった。あー、よかったです、うん、やっぱね、大正解です。城ね、なんかやっぱ好きなんだね。がっつり、がっつり靴が脱げる。満潮おー立派です。意外とめちゃくちゃ立派、素敵だね。やっぱいいね、城っていいな、うん、まあ、観光客、これあれ山城の家。そうですね、もう今来年度ぐらいにはもう城主新築したの、はい、まあ、5歳でなってるぐらいですからね。あ、なるほどね、はい、忠次さんが5歳でなってたぐらいなんで遅いぐらいですね。これ俺の家だよって言ってみたいよね。ちょっと上がってく。ちょっと上がってく。ちょっと上がってく。パーティーやってるけど。まあでも楽しそう、こういうお城のイベントとかめちゃくちゃ良さそう。すげえな。はい。お邪魔します。すげえなやっぱ。なんだろうね。どうやって作るんだろうみんな。なんか石垣もなんかわざとこう形をバラバラにして、うんうん、なんか敵がその例えば攻めてきた時に。うん、登れないようにしてると思ってたんですけど、はいはい、なんかこのお城は結構違くて同じような石を集めさせたみたいな。え、だからあのデコボコの石じゃなくて、うん、ちょっとこう綺麗に見えるようにちゃんとちょっとね、はい、そういう作り方をしてるらしいんで、技術的な、はい、ちょっとそこにもアートのなんかはいこだわりを感じます。で、もともとここにもう焼けちゃったんですけど、昔岡山城ここにあったんです。あ、こっちにあったの。この下見ていただいたら分かるんですけど、お料理場があったり。あ、そうなんですよ。そうなんだ。これがもう定石みたいな。あ、じゃあもう移築したの、こっちに。そうです。へえ。やっぱりお城、昔はちょっと燃やされたりするんで、はいはいはい、こっちに行ったんですけど、本当はここの位置にあったんですよ。そうなんだ。はい、あるとね、いいよね。いいですね。え、山椒があのこのアートフィルムでダンスを踊ったの、はい、ここは、もっとこう入っていったところです。あ、もっと入ったところ。はい、本当にもう正面です。あれ良かったよな。いや、ありがとうございます。そう、ああいうのやっぱいいよね。いいですね。一個そのアートフィルムでもやっぱり抜けたなというか。そうだね。なんかピリオドになったの、うん、あそこだったんで。この地方創生というか、はい、僕らが目指す、そうですね、エンタメと地域密着型の盛り上げ、はい、そういうことを、そうですね、もっともっとチャレンジしたい、はい、いよいよ天守閣へと。お、あれはいつ撮ったの。あれは2月
2月はい超寒い時にやばかったですね。あ、ここだ。はい、ここが、はい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 、もう岡山城、ここだここだ。わ、すげえ、よくこんなとこで踊ったわいいね、よく許可が下りたわ。いや、本当にパワーをお借りして、でもまたそれがまたね、ウラジャーのあの感じとコラボだったから、はい、寒そうな格好で踊ってたね。そうですね、あれもうあの金太郎スタイルで。あ、なるほど、はい、そう、前から来て背中で結ぶみたいな。なるほど、はい、ここですね、現場はここですね現場はここですね。いい映画めっちゃいいんですよね、この抜け感というか、青空と、かっこいい、はい、あ、覚えてますよ。それは何、ウラジャーの動きなの？いや、もうその振り付けは結構自由なんですよ。ああ、そうなんだ。で、歌がウラジャがあるんですけど。ああ、なるほどね。じゃあよさこいと同じ感じね。あ、そうです。なるほどなるほど。で、それのボカロバージョンみたいな。ボカロ、はい、リミックスになってて、僕もそれびっくりしたんですけど、結構ウラジャって歴史が超浅いんですよ、うん、それこそ僕生まれた年ぐらいから30年ないぐらいなんで、なんか伝統芸能っていうよりかはまだまだこう変わっていくものなんで、うんうん、何をしたくて生まれたお祭りなんですか？ウラっていうのが鬼なんですよね、うん、鬼、はい、うん、ウラっていうかこのあったかいみたいな字に抜く、うん、抜くに、うんうん、あの羅生門の羅でウラなんですけど、はい、それが鬼っていう意味で、はい、言うたらその鬼が来たで多分踊ってその鬼をやっつけようみたいな。なるほど。みたいな感じでウラちゃんで、岡山の岡山弁講座なんですけど、あのなんとかだみたいな時、そしたら例えば哲也さんのことを哲也さんだっていう時に岡山では哲也さんじゃ。ああ、なるほど。でウラちゃんでウラじゃウラじゃつってウラが来たって言って鬼だ鬼だ、そうです、踊ってやっつけるぞみたいな感じでウラじゃ。そういう意味なんだね、はい、鬼をやっつけるダンスや。そうです。だから結構みんな桃太郎みたいな、はいはいはい、僕も張ってきてました。こうやってハチマキ。え、腰にはきびだんごなの？さすがにつけないですよ。つけないんだなるほど、はい、でも桃太郎として。そうですそうです。鬼を退治にしに行くぞ、はい、行くぞみたいな。なるほどね、はい、それには何歌詞に決まりがあるの？ウラジャっていうフレーズはあるんですけど、本当のあのクラシックバージョンみたいな本当の最初のやつは、あの晴れの国なんで、そういうなんか晴れ晴れ踊れ君の国、君の国っていうのが岡山っていう意味なんで、君団子もそうですけど、そういうフレーズがあって、でウラジャウラジャウラジャだけあるんですけど、そこのウラジャが多分入ってれば結構何でも大丈夫、はい、あ、じゃあレゲエミックスにしても、あります、全然トランスにしても何でもいいわけだね、はい、しても大丈夫なんだなるほどね。いや、全然ヒップホップみたいな、ヒップホップでも奴隷っぽいあのピアノとかもじゃあそういうのちょっとなんかね作ったらいいじゃないですか。確かに、どうせなら、はい、ねえ、じゃあ今年の音源これでいきますか？だから音源とりあえずなんだろう、ランページ山椒バージョン作って一緒に踊ってくれる人を市民から募集したら。確かに、あ、それは盛り上がるね。いいですね。ちょっとラップ入れて、はい、振り付けもして、そうですね。だから僕もそのびっくりしたんですよ、この間踊って、うん、音源これですって来た時になんかもうなんか途中すごいなんか女の本当にボカロみたいなのがあって、はいはいはい、これウラジャなんだってなって、うん、でも踊りはやっぱり力強い、うん、
で、それが裏じゃとして成立してるんですよ、うん、だからあ何でもありなんだってなったんで、ね、これからさらに新しくなっていくと思う。じゃあさ、ランペのボーカルに歌ってもらいながらマッシブがラップすることもできるんですか？できます。裏じゃバージョン、はい、それ多分もうシングルで出ます。それは一枚噛もう。噛みましょう。さあここからは、はい、哲也さんにもっと岡山のことを知ってほしいということで、おちょっとここにあの単語集が。